平成20年2月23日土曜日に、阿蘇市中通りにある昭蘭山で、学びの森学校林整備の植樹活動と整備完了式が行われました。この学びの森学校林整備は、中通り小学校の活動の一つで、子どもたちが先生や保護者と一緒に森や環境について学べる場として、数年前から整備が行われてきました。今回、学びの森学校林整備完了式とのことで、子どもたちは慣れない作業の中、みんなで協力し合い、植樹を行いました。